おはようございます。8月18日水曜日です。本日の水揚げ状況は少ないですね。昨日もね、天気悪かったですからね、もうほんとわずかしか出られてないみたいですね。連休明けからなかなか厳しいです。あー、ないけしょうがないね。ウサギ高かったらおめもうこれも結構いいサイズですね。おお、3キロ台。こちらは可愛いタイですね。あとはなさそうですね。まあ昨日よりわずかに多いっていう感じですね。多いっていうか裕太君おはよう。昨日出れたん？出れました。ああ。雨が降っただけでした。晩から？晩は夜中前ぐらいから晴れたですね。ああ。ゴミやら大丈夫やった？あ、いや、ゴミだいぶ蹴りました。船穴開くぞ。ああ、よう取っちゃうな、でも。まだハギが来てませんけど、まあ、ハギもあんまり期待ができないんじゃないかと思います。あの大分と長崎が入るんだ。やっぱね、長崎の方が一面だ。そうね。サバです。今日は大分県産ですね。よう生きてます。よし、今日は裕太君のハモ買おうかな。頑張って。今日でも少ないね、ハモはね。昨日のがまだあったな、ハモ。今日の高そうな感じがする。明日からまだ少そうですね。ああ、ずっといけんじゃろ、これ。まずい。綺麗だね。アニゴチもユウト君取ってきた。あー、そうです。でもあんま寝がせないですね、それ。でも美味しいよ、これ。あー、僕も食べたけど、あんま変わらんすね。変わらん。おー、ようこいちょ。
す。カタツムリですね。紫っぽい。うちのもようなっていたですね、本当に。おー、この厚みすごい。このぐらい超えるとうまいでしょうね。脂ありますね、絶対。チヌ、狙い目かも。キスゴもぶち超えちゃうやろ、それ。ねえ。うん、も今日は少ないですね。わずかしかないです。しかも細い。おはよう。ああ、綺麗な。こりゃかわいい。これですね、唐揚げです。でかっ。まだーす。タコも少ないですね。久しぶりですね、下関入ってきました。おお、でっかいですね、結構。のどぐろ。あ、こちらも久しぶりですね。明太。鎧イタチウオって言いますね。明太、久しぶりです。こちら宇部の方はね、これがあの人気 の、 あのフライ魚です。フライとかね、ムニエルとかね、めちゃめちゃ美味しいですよ。鎧イタチウオ、通称明太です。高いんですよ。養殖のエゾアワビですね。かわいいです。
結局今日もこれ以上はもう増えそうな感じはしませんね。寂しいなあ。萩が到着したんで見に行ってみたいと思います。おはようございます。おはようございます。少なそうなね、萩も。イズチアグループダメやろか。もうない。残念じゃな。なんか久しぶりに見ますね。まだまだ高いみたいですよ。ああ、高い。あ、サメサザイ。可愛いなこれ。焼いてないんかてちゃん。焼いてはないけど、あのカツオなら。あのカツオっちゃな。どのカツオ。赤バナ、かわいいな。しょうがないの。ないからね。おー、鬼べ。おー、でかい。すごいね。はい、競りが始まります。あんまり買うもんないですけどね。困りましたね、これは。はい、これ5。あー、結構複雑。はい、第3。あー、結構複雑しとちや3じゃ。はい、これ、はい、6000。あー、結構複雑しとちや5、5、はい、5000。はい、310番5000。はい、310番5000、310番1個。はい、これ、はい、4000。これおじさん持って帰る。これおじさん持って帰る。これイライラ。
はい、下番。はい、これ下番。はい、3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 番。はい、うん、2トンと鍵の検索です。これはおお小味、あこれは重宝する5000。うん、いや優斗くんのやけや、俺が紅茶歩けんして言うて、ソーダ、ソーダだ、ソーダなんちって、入りました。またまた、うー、ビリビリ、今日も作りますよ。いいね、でかいな、これ。うわ、でかすごい、どれあるんだ。おお、40センチ以上ありますね。45センチ近いんじゃないですか。いい三文字です。今日もこれを刺身にしていきましょう。ビリビリです。美味しいよ。結構ねスロータンじゃないでしょうかね今日はね。下関もねまあまあありましたし、よし、おはようございます。よし今日も頑張ろうね。頑張ります。下関の底引きが始まったよ。ムツ、おお、ムツ、ムチムチ、おお、久しぶり、また漁が始まりました。いいね。今日明太も入ったよ。明太、うん、その鮭の下にや。あ、ごめん。久々に見た。久々に見たな。何ヶ月ぶりかな。大味もある。ビタサバとニザダイもビリビリよ今日。でかい。大きいですね。あ。ビリビリです。ハモ、今日はタコ記録的な値段よ。過去30年でこんな値段のタコ見たことないけどあとイカシね、こっちと天台何キロでしょう。天台はあと閉めてから、はいはい、積みましょう。さあ今日のは難しい、値段は重量級だけど重さは軽いかもしれない。はい、何キロでしょう。 2.9。 おお、いいとこ言うの。はい、帰って測ってみましょう。はい、競りもね早々に終わりました。まあ、今日はね昨日とは違ってね、下関萩とかありましたんでね、結構物が揃いましたね。今日は棚が賑やかになると思います。まあ、地物がねちょっと今週はね、明日もちょっとやばいみたいですけどね、地物の方がまあ少しずつでもありますね、あるから。あ、でも高かったですね今日もね。もうちょっとあるとね値段も落ち着くと思うんですけど、ちょっと今日も出れそうになさそうな感じです。出れそうになさそうなってそんな感じですね。はい、じゃあね今日もとりあえず1日頑張っていきましょう。はい、さあやるぞ。はい、それじゃあね戻って頑張りたいと思います。地物はね少なかったんですけど、送りの方でね結構荷がいろいろと揃いましたんでね、助かりましたね。下関もね休業明けで伊勢底引き、伊勢大型底引き網漁がね始まりましたんで、またねいろいろといい魚がね上がってくるようになってくると思います。楽しみですね。はい、今日もねちょっと天気はね悪そうですけどね、まあ帰ってしっかり作っていきたいと思います。はい、今日も皆さん一日頑張っていきましょう。さあやるぞ。
何が起こってるの？
り美味しいです。マグロションです。美味しいよ。美味しいよ。ビクビクしてます。はい。来ました。あの養殖サバです。ビリビリですよ。これはね、ほぼ、まあ 100% じゃないんですけど、まあ虫がねいることはねまずありませんのでね、安心して刺身でいけます。いいですね。程よく脂が乗ってうまそうです。プリンプリンでーす。おいしいよ。ほい。てるんでこの骨がね抜けないんですよね。これをねもう無理やり抜いてしまうと身が割れてねボロボロになりますので、これはもう腹からあっさり血合い骨を取っていきます。この方がね最終的に綺麗にね仕上がりますね。
はい、こんな感じでのけてしまいます。これでもう骨は一切ありません。はい、じゃあこれをね、お刺身にしていきたいと思います。